こちらの皮作ってる。帽子をかぶせる。あ、サンタっぽい。もうここは牧場のようだね。皆さんこんにちは、ひまわりチャンネルのまーちゃんとおーちゃんとパパとママです。はーい、今日はですね、じゃじゃーん、セブンイレブンのクリスマスケーキに真っ白デコというのがあるんですが、中を見てもらうと分かるんですが、じゃーん、この真っ白なケーキ、うわ、クリームを塗っただけの真っ白な何のデコレーションもしてないケーキなんです。うわ、この間デコレーションを体験するイベントに行ってきて、いろんな技を覚えてきたので、うちでも真っ白デコをデコレーションしていきたいと思います。はーい、はい、それじゃあ、はい、デコレーション作っていきましょう。はい、で一応ですね、用意したのは、まあ、こういうお菓子、こういうのとか、こういうのとか、マシュマロもあるし、あとイチゴもあります。チョコペン、じゃーん、あとトッピング、まあ、こういうのね。まーちゃんとおーちゃんはチョコペンで絵を描きます。パパはイチゴでサンタを作っていきます。まずね、チョコペンで絵を描く前に下絵を描いていきましょう。おーちゃんすごいな、大胆に描くね。でかいの作るの、おーちゃん。絵はクッキングシートの裏側に描いてください。おーちゃんの顔作ってる。これおーちゃんの顔なんだ。もうできたよ、おーちゃんの顔。はい、マシュマロとって好きになりたい。パパのサンダの顔、ちょっとだるまっぽいサンダですね。これサンタさんの顔。1個作ってみようか。いい感じでイチゴを選んで、いい感じでカットするよ。そしてこれにのせる。帽子をかぶせる。あ、サンダっぽい。サンダ第一号。第一号。おーちゃんのできたね。これが目、目、口って感じかな。まーちゃんも絵が上手に描けたね。うん、これをね、ひっくり返してここの線に沿ってチョコペンで絵を描きましょう。はい。あ、おーちゃんもなんか一生懸命描いてね。うん、じゃあ別な色で塗りつぶすね、中をね。すごいなぁ、おーちゃんは。ちっちゃいマシュマロバージョンのサンタができてる。あ、こっちの方がサンタっぽいね。こっちはだるまだね。いや、なんか表情もだるまだね。完成。これがハートの、これがハートなの。うん、あとこれが黒いハート。これ黒いハート。これはおーちゃん。うん、おーちゃん顔。おーちゃんなんか口黒いよ。なんか食べた。何食べたの。チョコペン。つまみ食いチチチしたんだね、たぶん。そうだね。まーちゃんのね、名前のやつはちょっと不安なとこあるな。たぶん文字が逆になるかも。ちょっと待ってて。お母さんの予言。どーん。待って、サンタの首がポロンってなった。ガー、超いっぱいサンタさん作れたよ。うん、で、あとサンタさんじゃないのもいるけどね。これで大体の準備は整いました。はい、ケーキにデコレーションしていきましょう。はい、じゃあ真っ白デコ、はい、2つあるので、はい、パパチームとまーちゃんおーちゃんチームで飾り付けしていきます。はい、頑張ってね。頑張ります。はい、ポッポちょうだい。ポッポポッポポッとポッとポッと。サンキューマーちゃん。サンキューベイビー。固まった。うん、うん、じゃあ剥がしてみる。うん、どうぞ。いいじゃん、いい感じ。あーあー、しょうがない、くっつけて乗せるしかないね。まーちゃんが逆だね。見て。お顔になってるじゃん、ちゃんと木の幹みたいにしてるのね。柵ですよ、柵。あ、柵？柵。一体どんなケーキが出来上がるのかな。だって、そう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 、びっくりしました。あー、ハートはできた。これ個性的な。
サンタが1匹、サンタが2匹、サンタが3匹。匹っておかしいね。で、おちゃんの顔もやら。じゃん。おい、見えないだろ。立ちはだ、うわ、すごい刺さってる。立ちはだかる。おーちゃん。後ろが。じゃん。トナカイさん。トナカイさん、なんとかケーキの上で組み立てられないかね。で、お父さんのハートのやつさ、やろうよ。カエラにね。なんでガラちゃうの。サンタが少なくなってる。あ、サンタがいっぱいここに集まってきたぞ。サンタがめっちゃいっぱい。もうここは牧場のようだね。やばい、サンタ牧場だ。ここでサンタさんを製造してるんですか。イエス、今年でサンタ牧場30周年になりました。え？はい、完成しました。焼かれちゃった。ぐるっと回して、はい、サンタ牧場30周年限定品。限定？30周年おめでとう。30年間延べ、200人ほどのサンタさんユニバース。30年で200人すなこれは上が賑やかだね。全部隠されてるんだ、外が見えないんだ。あと、おーちゃんが上に無造作にかけたお菓子。まーちゃん、かわいい。農作させていただきますしょ。しょしょ。ちょっとサンタさん持ってるみたいに。私こっちに。うっさ、牧場だよ、ここ。つけます。はい。あれ、あ、ついた。なんで。おお、やっと火がついた。はい、せーので、ジングルベー、ジングルベー、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス。ジングルベー、ジングルベー、鈴が鳴る、今日は楽しいクリスマス。みーちゃん、誰かの誕生日にしてんだけど。これはね、サンタさんの誕生日、ね、サンタさんじゃないや、キリストの誕生日だよね。クリスマス、まあ誰かの誕生日ですね。はい、じゃあ、封しましょう。ほっ、イエーイ。なんでだろう、誕生日っぽくなった。はい、じゃあ、早速食べていきましょう。いただきます。チョコをね、おちゃんと待ってね。ハードがいっぱいだ。これなんか一生懸命作ってたね。わあ、かわいい。これ30周年の限定品だよ。意味わかんない、なんせって。おい、サンタさん、はい、いただきます。甘辛パクッチョ。あ、一口だね。おいしい。私もこのお菓子いっぱい乗ってるとこ食べよう。誰もケーキ来ないな。そう、誰もケーキ食べてない。私ここのお菓子いっぱいのとこ。いただきます。うん、これね、私はの、はい、このサクと一緒に食べるとすんげー美味しい。うん、マリちゃんさ、このサクと一緒に食べてみ。私マロ、うん、うまいでしょ。うん、中にちょフルーツ入ってるね。こいつはうめえ。うまっ。うん、めっちゃうめえ。めちゃめちゃうめえね。サンタの顔が食べれちまう。いただきます。サンタどうぞ。生クリーム、うん、おいしい。あ、はい、あ、おちゃんの顔、あ、おちゃんの顔が割れた。おい、うん、しいから。まーちゃんの表情がおいしいって感じ。サンタ牧場のサンタすごい少なくなったけど、おーちゃんめっちゃサンタ泥棒だよ。おーちゃん、おーちゃんもういちご大好きだからサンタ泥棒。なんなん、サンタの帽子食った。バカ。はい、今日は真っ白デコを自由にデコって美味しく食べました。はい、みんなどうでしたか。楽しかった。楽しかったし、とっても美味しくて、いろんなものを飾れてとっても面白くて、サンタ牧場とかももう面白かった。
クリスマスケーキって自分で作りたいなって思ってもなかなか難しい工程があるから、そういうところが全部もう出来上がってて楽しいとこ取りだけできるケーキだからすっごくいいなって思いました。みんなも作ってみてね。グッドボタン押してね。チャンネル登録をよろしくお願いします。バイバイ。また見てね。バイバイ。かわいい、かわいい。サンダドローン、サンダドローン。まーちゃん残された。サビのサビの最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録お願いします。次の動画も見てね。バイバーイ。